みんながこんばんは梶島ですお元気ですかお家帰ってきてますちょっと暗いんですよねんとこの家本当に暗いからごめんなさい見らかったら 明るいってやつややってみようかな明るいみたいなああなんかすごい色なるね私の部屋でーすどうも髪の毛どこまでいっちゃうってなんかもう無理考えてないからなるようになれって思ってます ツイッターフォローさせていただきましたええー、ありがとうございます梶島ですちょっとね寝る直前の梶島ではあるんですが実家にいる時ももうずっとあの12時にきっかりに眠くなるタイプですねはい「アップアップガールズ」ですなんかここだけ取れてるボタンがジュースを飲んでおります よくありがとうございます。プーさん <laughs> 全然。えっ、ー、と今日はたまたま何で帰ってきたかというと千葉でお仕事していて。 そそうそうだから帰ってきてないでしょうんそうだからもうちっちだけあの、ね、千葉県でお仕事した時は帰ることにしがちですなのでそうね とあ,ありがとうみんなに会いママたちに会い,会いに行きましたで今日はちょっと時間があったので一人で映画見に車で一人で車を飛ばして映画まで行きました一人でえっとあれが見たかったんですよこの今夜この恋が消えても。 実家の方が明るいだだっていいやそうだね明るいか明るいかもあれをそう私ミキ監督作品を片っ端から見てる系女でそうそう字幕シリーズじゃないんだけどそうで今,年え今月はあと「タング」と「アキラ」と「アキラ」を見に行かないといけないんですが私の中で,でずっと「この恋は」は今夜。 ててもってやつ <laughs> ごめんなさい全然さ作品名ごめんなさいなんだけどそいつ見に行けるかなとか思っててあ今日い,い行けるじゃんと思って車で飛ばして出まいりました最近始まったやつえっとねうん7月29とかなんでちょっと時間がなんか蚊に刺されましたかゆめっちゃ蚊に刺されたあ何蚊が痛いたの そうなのでちょっと行けなかったからやっと行けましたよかったですやっぱ福本莉子ちゃんが三木監督作品を前に思い思いなりフリフでやって帰ってきたから見たかったのずっと見れたえでもえっと古川琴音さんが出てたのかな女優さんねそうが、えっと、その福本莉子ちゃんのあの 親友役あったんだけどマジでその人は輝いてたよね、うん、主演ではなかったけどマジで輝いてたのは深琴音ちゃんでした「マッドマックス」だって。 金曜ロードショーあっ間違えた「午後のロードショーマッドマックス」だってえそれは沈黙シリーズだもん違ったかなえごめんなさい私ほんと詳しくなくてどんな会議劇だったの、まあ、主演は多分お二人なんですけどいやーもう私の中ではもうなんかこう物語が動いていく中で一番私の中でなんだろう 感情移入っていうかなんていうの一番この子のことを考えたって思ったのはその古川琴音ちゃんが演じる親友役の子のことをすごく考えてしまった私は、うん。もうその子が一番大変だろうし一番つらいだろうし一番感情が。 動いた方なななんじゃいいかなって思ういや多分これは私が見て思ったっていうよりかはみんなそう思っちゃうかもっていうくらい本当にあに親友ちゃんの演技力と立場が本当に切なすぎちゃってなんかも恋愛映画ではあったけど普通にきつかった見てて。で終わったあと「うう!」ってなりました。 <laughs> うん切ない系だねうん完全に切ない系でした、うん、まあ感情移入はあんまりしてないかなあなんだ感情にあんまりしてないかなっていうか感情移入できるようなあの結構あの内容ありそうでああるんだろうけどないかなって思ったから あのそのか感情うかななんて言えばいいんだろうかあのその方がこれからどうなるのかなって思って見たてた感じかもうん夏休みに見るとさらに感動するタイプ。 続きは気になるいや全然お話的にはきっかり終わってるんだけど私は個人的にねその子はどういう気持ちでこれから過ごしていくのかなって思って私はその親友で全員つらいんだけど親友ちゃんがまあ一番って言ったらあれだけどすごい。 あんまりフィーチャーされてなかったとはいえと思いながら見ていた家事は何系が好きなのって恋愛ものが好きです基本はなんだろうね恋愛なんで好きなんだろうなんか女優さんが私結構好きなんですよで女優さんが一番輝いて見えるのは恋愛ものだなっていつも思っちゃうんだよねうん だから、見に行くことが多いけど。って感じかな。ザロック。五等分の画面も見てないんだよね、私。今日さなく見るって、スピナからかな。と前髪はちょっと伸びてきちゃって,て、ちょっとどう、どうしようって思ってます。おは張ってありがとうございます。意外な角度からコップは途中。机はここにあるのよ。そう。これはあの、机じゃなくてね。 あれです。棚の段差に置いてます。ボブだね、だいぶ長いね、また切っちゃおうかなとか言って。<laughs> もうちょっと長さかな。今一応うちの女優さん、うわー、すぐ行くって聞いてくれるね。えー、でもなんかやっぱり、もうすぐ始まる朝ドラの。朝ドラが楽しみすぎて。 深浦ははかちゃんには変わりなないかなでも福原かちゃんのゴールデンの主演の絵ドラマが見たいなってめっちゃ思ってる、うん、朝ドラやってから多分バンバン決まるんだろうけど見たいなって思ってるだから主演の映画は割と全部見,見てる見に行ってはいるんだけど結構ドラマはあんまり結構深夜枠が多かったりとかしていたりする主演はねだから ゴールデンでガチガチのなんかすごいキャラの濃い役をやってほしいなって思って待ってます。あと岡崎さやちゃんもね。ゴールデンって言ったらあれか九時十時九時十時九時十時かなのが見たいかも。一時間ものか一時間ものが見たい。 カなと好きなゅの毛と統なじだって嬉しいガジーがさだないのいつ頃だってえっと明日今日はさらにかわく見えますどんでだろう今日結構さ顔がむくんでてあのドラマにしようあ間違ったドラマじゃない,いやラジオにしようか迷ったぐらいいたあみたいなん 前推しがパターンで出たドラマどこに出てるか分かんなくてしながああだらそうなのなんかそれは切ないなちむどんって目がなんか腫れてるねまあいいかこういう時もあるよねこんなことないかドラマ 芸能見ながら誰か誰やらってまあうちの推しが13の推しがこあとからはるかちゃんと岡崎沙恵ちゃんがすごい好きだよって感じかな家事へ出演するならどんな恋愛映画ええー、私恋愛映画だったら絶対あの親友役やりたいあの見,見る側あのなんて言うのお二人がすごくきれいに恋愛ものをやっていただいて私はなんかその同級生だったりとか 違う幼馴染だったりとかそういう親友のこの二人の背中を押したりとか手助けする役やりたいえだって輝くんだよってか絶対になんかのドラマあなんかの映画とかでなんかもうとりあえずあごめんねちょっと興奮しちゃった <laughs> あの恋愛ものの映画ってもう夏冬 のこの2つが結構重点的にボって出がちなんだけど「あのはいこれからこの子が売れます」っていう子が結構主演をやるのね女優さんは特に男性の方は分かんないけど、まあ、男性の方は男性の方は割と売れてるよって方がやるイメージなんだけど女性の方はこれからはいもうバンバンこれからもうとんでもなくドラマとか映画に出ますよっていう投稜文なのよ恋愛ものみたいな学生もの恋愛ものみたいなのは。 ね、それで親友役その,その女の子の親友役とかその女の子にとってすごい重要な立ち位置の子って次にくんのよ <laughs> 次その子なんよまたは名脇役としてバンバン出てくるわけもう何かもそのもう絶対そうなのよもう確実にそうなのなんなら脇役の子が売れるよっていう可能性も全然あるぐらいのレベルあでも主演やってる子は確実にもう,もう売れて売れ始めてる子が出てるね 親友役っていうのはこれから売れますっていう子がやってんのよ絶対もうこれ確実にだからみんな見返してみマジですうんだから今あの魔法のんのべだっけやってる春さんもあれななんな何何やったんだっけあれどれに出たんだっけもうもう親友役っていうかもすごい重超重要役で出てたし そうねとか出てたしあとだからそう「リ・ライフ」だっけに岡崎さ恵ちゃんとかも出てたしなんかもうとりあえず次来るであろうみたいな方はもう親友役なのよ。 その子とかもあ私たちだからその親友役やってる時あんまり知らなかったですんでねもう誰だろうみたいな感じに思うんだけど後々その子が売れた時にあああの子だったんだってなる、うん、家事的に次来るのは誰だってえちょっとごめん名前分かんないけど検索してきていいすぐ帰ってくるねいるいるうち的にこの子だろうなって子がいます この子じゃないお名前が分かんないんだよね永瀬莉子ちゃんだ永瀬莉子ちゃんセブンティーンモデルさんだっけこの子の永瀬莉子ちゃんかな合ってるかな その永瀬莉子ちゃんって子をたまたま a マティー t v のドラマで見ててそうで可愛い,いなって思ってたんだけど、うん、その子が圧倒的な可愛さとなんかすっごい華やかな方ではあるのよ。ただやろうと思えばすごく素朴な。 感じなんだよねその私がアベマ t v であ、これは普通のアベマ t v のドラマでね実は子なんだけど私は見つけ初めて見たのはねであのその子は主役主役やってたんだけどなんか短編ドラマみたいな感じだったからすぐ終わっちゃったんだけどなんか素朴な役ではあったんだよねだけどそれめっちゃ可愛くてもうなんか。 浜辺みなみちゃんとか広瀬すずちゃんとかなんかそういうイメージを持ったよね楽しみです楽しみにしてますこれなんて読むんだっけあれその子私この間ないだんか調べたななんで大変失礼いしました当真あみちゃんかあれだよねおおえっとおー オールドルールルドキーだっけ今やってるやつのあの方かフランスイングの方あれに出てた子だえー、っとあれに出てた子だよねあのー、そうだそれでそのこの子誰だ私も調べたんだよ そうそうそうえっとこの子あれに出てたんだよねあれが全然思い出せないんだけどそうだけ最初一致しなくてその子と全くあー何に出たんだっけそ,それ思い出すね頑張るね頑張って思い出すねえっとあ妻小学生になるだ 思い出した妻小学生になるに出たこと一緒なんだよねあのそのオールドルーキーに出てたことだからそれが私最初一致しなくて分かんなくてそうそうそうなんかいろんな雰囲気を出せる方なんだなって思って見てましたうん 私はあんまり妻小学生になるをこうがっつり見てなかった人間だったから見とけば子とかあとあと思ったりしてました分かったってあっすごいドラマ大好き人間これからが楽しみです <laughs> ですねそうよ楽しみよ私はいつでもドラマと映画が 早くタン,グが見たいタング楽しみすぎてさママにも言っちゃったママも見に行くらしくてそう楽しみだな11日公開だよね私結構楽しみしてんだよね、うん、三木監督だ私三木監督のさ基本全部見てるんだけどさあの林恵物のやつ結構好きだったんだけどタングって多分林も物じゃないじゃん あ、分かんないけど「山だ那とって売れる感じしかしてないですってあ山旦那ちゃんもう売れちゃってるよねもう売れちゃってるんだろうなあもっとバーンってくるかなとは思ったけどあのあの感じで行くんだろうねって思ってる <laughs> ずっとい,いらっしゃる方がもねまだ行くかなもっと来るかなどうだろう もうちょっと年齢がまだ若いからね絶対三住さんからだよね絶対そうだよねあのあれがよかったなあの私この間そうだあの神尾楓珠さんと一緒にやってたやつをこの間見たよっていうのはまた置いててあのなんだっけえっと向井理さ,さんのやつだドラマにあれがすごい素敵だったなって思いました 今な,んなっちゃうあれ面白かったですよね怖かったけどはしまいちゃん売れると信じてるてありがとう頑張ります頑張りますって <laughs> こういうところで噛んじゃうのって私だよね特選ド,ドラマえおおんかスタイリストさんのアジャルさんってみんな13顔だからすごい見たいですねあきちゃんあれだ 戦国さんが出てたえっ、ー、と「ライヤーライヤー」っていうこれも恋愛映画ですっごい面白かったんだけどを見てたら急にあきちゃんがクラスメイト役で歩いてきた時は本当にびっくりしたもう映画どころじゃなくなるところで危なかったですめっちゃ喉かいてたから、ね、ジュースを持ってきちゃった。 でもなかなかどの前に出てアイドルさんいないなってああでもそっか言うてもそうなのかうん確かに言われてみればアイドルと女優さんをこうバッてこうずっとこう一緒にやってて売れてる方っていうのって浅川さんとかはもちろんたくさんいとこでしたけど 現役でアイドルと女優を一緒にやってる女性の方っていうのってなかなかいないよね。逆に男性の方はよく見る気がするんですけどね。女優さん、女優さん誰かないかな今。現役でバッてやられてる方。今、あれか、あの方出てるよね。えっと、夜中のドラマ。えっと、娘。娘 ちいちと娘の7日間みたいなやつに入れてるとチームメイトのうわ名前出てこない東京の出身のさこういう時にパパ出てこないんだよね私パパと娘あ小栗結衣ちゃんだ小栗結衣ちゃんは可愛いめっちゃ可愛い最近よく見る気がします 女優さんというよりもなんか会えるってイメージがすごい強かったからかわいい演技も素敵ですねいやー誰だろうね坂道系の人が独占ああ与だちゃんとかか確かにねえ私教祖の娘を見ていないうーやってしまった 絶対見,見たいなと思ってたのに見損ねてしまったな出てたんだそうなんだ女性の方私は基本女の子を見がちなんでねうんー誰が来るかねアイドルさんうんでもやっぱ今もネットフリーで 配信して,るってあっそうなんだドラマ配信で終わらないだってえー、っとね私リアルタイムでドラマ見るの結構好きなのかもしれないあと後かあと見返ドラマ配信で見損ねたやつ見返すものももちろんあるんだけど基本的にはこのワンクールを楽しんでるんだよねそう「あっ今日何曜日だ何なのドラマ見よう」あっていうの結構やってて。 戻ることっていうのがあんまりなかったりするんだよね。本当に見たかったやつ以外女優さんとかあの子出てたんだとか言って見返したりとかはリアルタイムっていうかななんて言うんだろう,そうリアルタイムで見られるんだけどなんかそう視聴習慣かそう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 何曜日が何だったから朝配信で見ようとかだね。そうそうううなんかこう もう次の,が見次の見れるよっていうのがこう多分12話ぐらいあるでしょ ?12 話ボーンって全部残っててあの動画サイトとかでね。なるとこう多分集中力が多分続かない見たい欲と集中力が多分比例しなくて中途っとなじゃない、ね1。1話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 っていうのが毎週1回っていうのが来るとめっちゃちょうどいい。 今日から始まる新ドラマなんだっけ今日から何が始まるの私結構把握漏れてからこのティフの週間1週間ぐらいもう何も見てないんですよドラマを全然見てなくてたまってます何生き残った6人によるとっていうゾンビゾンビ恋愛ドラマえゾンビ怖いな見れるかな今なんだっけ赤いナースコールだっけ っていうのを見てるんですけどそれちょっと怖くてちょっとおろそかになってるんだよね見ながら見ながらちょっとおろでもこもトリコちゃん出てるからさ見たいのよ見たいんだけどなんか途中やっぱ抜けてる内容が怖くてワンシーズン何本見てるんだろうって7話見てるかも毎週1個は全部全部見てるから CM あったほがいい派だってあーちょっとわかるかもしれないそれえちょっとわかるかもなんかさあれだよね CM がちょうどさ、インターバル作ってくれてるよね。うん。ゾンビ大喜利って日あるなんで。いやーちょっと大喜利また練習しましょうね、みんなで。私のために。今見てんのってなんだろうでも結構あるよ。今 iPad ないからさ、こう配信しながら検索できないのがつらいな。BN。えっと。 月曜日2本見てるよあれとあれでしょ競争みたいなやつ競争の番人みたいなやつあと題名覚えられないんだよねあとなんだっけリノベ見てるよリノベ見てる火曜日やる今日はユニコーン見てるでしょあと六本木クラス 娘とか娘の7日間と消しゴムあでも消しゴムねちょっと離脱しかけてますちょっと追いつけなくなってきてますねあの消しゴムのやつあと赤いナースコールでしょもうちょっと危ないんだけどねあとはあれか羽をのやつあの弁護士のやつね <laughs> 見てますよあもう8話いけど、今期8話いってんねあー友達ゲームは見てないなー友達ゲーム面白いんでしょみようがめっちゃ迷った女優さんがお二方出られてるんですよねあの久保あの横田ちゃんとかだよねわーあ石子ちゃんだ羽羽羽羽男と石子みたいなやつよねあ <laughs> 見てますあ石子と羽男と逆なんよね かあとはあでもそんなもんかないやー見れ見れてない本で、トラコはいやめちゃったトラコ離脱しちゃったな初恋の秋も離脱しちゃいました今回は8月は全然見れてないですだからいつもだと無理してでも見るけど見れてない全然見れてないです離脱が出てきてしまっております んなもんかそしたらああああれだ純愛ディソナンスみたいなやつあれ面白いあれすごい面白いです大好きな鹿愛ちゃんが出てる、ね、<laughs> いやみんな言ってんだよそう初恋の悪魔を気に入れてみんなめちゃめちゃ言うじゃんすごいみんな見てるのよ が一応面白かったったてあと初回は見たの1話は見たんだけどめっちゃ時間がなくて何かしながら見てたの昇ってたそっからでの問題は一話入り込めなかったのが結構あれながら目が基本好きなんだけどながら目が基本好きなんだけどもうあのながら目って言ってもそんなながらしないながらしすぎないんだけどねうん 好きなベテラン女優さんベテラン女優さんかああの方はでもこの間見てすごいなって思ったえっと広瀬アイリスさんが出てた前回の前回の。 名前忘れてししままいましたけどそのお母さん役えっ、ー、とあのお母さん役ちょっと刃物とか持ち出しちゃうお母さん役の方はあはあ、本当にめっちゃ可愛いしめっちゃすごいなって思って見てました斉藤由紀さんだあの方はもうしょっちゅう見かけますけどすごいなって思って。 あとあの方だ。うわぁ、名前出てこない。えっと、ラジエーションハウスの女性の方。ラジエーションハウスの、広瀬アリスちゃん、元広瀬アリスちゃん、広瀬アリスちゃんじゃん。 ない女性の方名前何でしたっけ私あの方めちゃめちゃ見てますあの主演のやつとかも見てたこの間までのやつとかも何名前がだ誰も出てこないです私ごめんなさいえっとほんとつばさんじちゃんじゃないそばささんじゃない,ゃないあのあのラジエーション組の方ですラジエーション組の方のもう一人の女性の方名前がごめんなさい出てこなくて申し訳ない斎藤由貴さん相手の男性パ大先輩 確かにそうだよ、ね、でもなん…そういうこと言ったらベテランジュースさんってアイドルの方めっちゃ多いですよね今更ながらですが確かにまあそうねあそう山口さんですえっと山口さやかさんでしたっけああって名前間違えてるかもあの方だその方めっちゃ合ってるかな名前 あの方の方やつめっちゃ見入っちゃ見ちなみにとも話してたんだけどその方のドラマをつよく見か,け見かけるというか何からその方が出てるものを結構み見ててすごいなって思うあの、あれとか。私がその方をめちゃめちゃ知,知ったきっかけが「ようこそ我が家だ」だ月9めっちゃ前にやってた月サージエリカさんとかが出てた月9で出てたんですよその方が多分。 あれがめっちゃ面白かった思い出その方の役もすごかった思い出です合ってたかな多分それ昔からドラマすごい好きなんですよ、ね、か私アップがニキに入る前からっとめっちゃ見てますドラマは見てないかようこそ我が家 っていうのはめっちゃ怖いでですよでもくなったんだけど有村架純さんとか出てましたあそう相葉雅紀さん有村架純さんとか出てたんですけどもうねなんだっけな何がきっかけだっけ忘れちゃったんだけどなんかめっちゃ嫌がらせさ,されるの家に ストーカーじゃないけど、家にストーカーついちゃうみたいな感じ。違う、なんか、なん、違うな。家に、家に嫌がらせめっちゃされるようになって。電車だ。なんか主演が山崎さんですけど。山崎さんが。やっちゃうんで、なんか、じゃ、逆だ。悪い人見つけちゃうの、電車で。電車で悪く。飲見つけちゃって、それを。注意したんだっけな。そしたら、その日から。 家にめっちゃ嫌がらせされるようになるのような見えない敵と戦う話なんだよねそうそうめっちゃ怖いでなんかもう家とかに入られるんじゃないかっていう盗聴器とかしかけられたんじゃなかったっけなんかそういうやつって気がするで誰が犯人なんだっていうそういう話です めっちゃ見た子供ながら食い入るように見てた思い出中学生か高校生かどっちかぐらいだったけどマジで毎週見てたなんリアルタイムでだから中学だったかな完全に入ってきてるやんそれもねただ家にその人が入ってきたってだけじゃないのよ いろんなことが重なってどれがどれがどれって周りにもなんか心当たりはいるのよあの子かなあの子かなみたいなあの子かなみたいなあいつも怪しいあいつも怪しいみたいな感じなのよだからその家族家族みんな結構バラバラチックなのよちょっとでもその犯人が怖いことが起こるっていうの分かってて家族の絆がどんどんあの深まっていったりとかもするからなんかいろいろ面白いんですよ 相葉雅紀さんの妹が有村架純さんなんですけど有村架純さんのストーカーがいたりとかもするのね。であの相葉雅紀さんのお父さんの会社に悪い上司がいたりとかあのお母さんは近隣住民との関係が悪かったりとかするのね。だから誰が犯人なんだろうこの家に嫌がらせしてるのは。相まさ,きさんがあの電車で そうなんか注意して腹いせでやられてるのかそれとも他のもっと身近な人間がやってんのかとかめっちゃ誰だろうってなるんだけど結局誰だったのか見てみてくださいいやマジで面白いから <laughs> 面白かったけどかでもそんなこと言ったらまだ有村楠美さんそんなにこうバーって来てるかって言われたらそこまででもない感じの時代だったから。 めっちゃか,わなんかこう初々いいしさがちょっとかわいかった思い出です怖いねそんな感じでした面白かったなあれもとかね意外と私ドラマ見てますよ「<laughs> 流星の絆あああとあと私はリアルタイムでは全く見てなくて」 すごい名作って聞いてたから見ましたえっと全部えでも高校生ぐらいの時にかな全部 DVD 借りて見ました、うん、ドラマを語る会社のいいのかなどうなんだろうみんなが面白そうって思ってくれたら嬉しいけどねうようこそ我が家それ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 防犯カメラとかつけたたやつそれそれそれようこそ我が家やねそれ犯人探しながら流の絆って,てそ わ分かった私結構面白いなと思ったけど私は分かんなかったです最後え「この人なの?」ってなりました「うん、なん犯人探し」とい言ったやっぱ「あなたの番です」は私の中ではすごい燃えましたね誰だろうみたいな「真犯人フラグ」もそうだけど「あなたの番です」もうめっちゃ。 私、推理とかすっごい苦手なんだけど姉ちゃんとかすぐ「この人犯人じゃね?」とかすぐ言うんだけどさ当たるのよ割と姉ちゃんはうちはもう誰が犯人だか分かんないから最後まで分かんないで「えー!」とか言うタイプです。赤いナイスコールも秋元さんそう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 最初それ聞いて「秋元康さん」って聞いて面白そうだなって思って。 よく調べたら久本莉子ちゃんも出てるやんってなった思いあと「鉄パチ」見てた思い出した今今更だけど「鉄パチ」見てますもう私白石麻衣さんのために見てるって言っても過言ではないぐらい鉄パチ白石麻衣さん「相棒見てる長いシリーズ」なんか姉ちゃんが「相棒」見てて前回のやつ前回っいうかもうほんとこの間までやってたやつです見てたんだけど やめちゃった今ぐらいでやめちゃったサススペンス系が好きなんですかねまた難しいところサスペンスも好きだしなんかこう私結構全体的にこ,うこのジャンルが好きっていうのは恋愛ものだとは思ってます恋愛ものが基本的にめっちゃ好きって思うんですけど こうなんだっけななんかこうたまにうわっこれめっちゃ面白いっていうのがたまに来ますよねうんアリシさんの推しの相棒は誰なんだろうわかんない私姉ちゃんとあんまり姉ちゃんまたまためっちゃドラマ見ないんですよめっちゃドラマ見ないんですけどなんだかわかんないけど、ね、姉ちゃん相棒見てましたなんかそうなのなんか姉ちゃんコードブルーとかそういうのがめっちゃ好きですうん 六本木クラス見てます見てる見てるイテオンクラスも全部見てるんですよ私意外と意外と全部見てるので内容も全部知ってるけど素敵ですねイテオンクラスじゃない六本木クラスも私めっちゃ面白いなと思って見てます 内容一緒、めっちゃ面白かった。あ、私今めっちゃ面白かったって言ってた。あら、何に対してだっけ、忘れちゃった。あー、イテオクラスかな。あれ、何の話だっけ、私今。内容一緒、基本は一緒かな。うん。社長イテオクラス見てるって言ってましたね。確かに社長めっちゃ好きな内容かもしれない。 基本的に言うと飲食店を繁盛させようっていう話ではあるんだけどその中になんで繁盛させたいかっていうとライバルの飲食店がいるんだけどその飲食店はめっちゃ繁盛してて最高な飲食店なんだけどそこにいる社長さんがその主人公のお父さんに何かをするんですよ。 だからその主人公の家族にもすごい関わってくるんですねうんそれのまあどこまで言っていいのかなまあそういう話です基本的には飲食店を繁盛させようってう話ではあるんだけど成り上がる話だから成り上がる話って感じ簡単に言ったら復讐劇って感じですうん なだからほんねなんかそうだよね見るのは自由だからこ見て損したって思うことは私はないかなだから基本的には損したとは思わないけどフェードアウトしていくものはあるかもしれない。 知っってて、るワイフ好きやったって見てたー知ってるワイフ見てたよ私見てたけどあんまり内容を覚えてないかもしれないうーん何だろう練も物めっちゃ好きなんだけどねあの韓国映画赤国ドラマもあってる、ね、なんなかそれも見たいな祭りシーンが六本木アイドルフェスティバルの場所だったねあってほほんとだね確かに。 日曜日に BS で世界中のドラマやってて思わず見て世界中ってすなんだっけ世界中ってなんだろ成り上がりの復讐劇だってそうそうそう思ってたのと違うだってガチガチの成り上がりの復讐劇だよ <laughs> 見てみてくださいそうねカジでよ知してるわけ私を見てたって内容は すごい面白かった思い出はあるんだけど、毎週めっちゃ木曜日やってね。なんかその見てたのも覚えてるんだけど、内容があんまり出てこない。結局どうなったんだっけとか思っちゃった。今。あ、プロポーズ大作戦な。あのうちがバスケ部の時になんか良かった。こう、あ、めっちゃプロゾポーズ大作戦好きだった思い出。私は実は見てないんです。ぴえん。見てほしいやって、そんな面白いんだ。 フリートがあるかなちょっと探してみますおかげで興味湧きました、ありがとうってあ、興味湧いたら絶対見た方がいいイテウォンクラスでもいいよ、見るの六本木クラスでもいいけどどっちでもいいと思いますうんあ、世界の中心で愛を叫ぶが世界中って言うんだそうなんだ面白かった思い出なんて忘れてるじゃんってな <laughs> だって毎週めっちゃ楽しみにして見てたのに思わせちゃった 関東に住んでたらドラマの撮影現場に割と遭遇しないだって私親友が遭遇してました私はすごい絶対にあれマジで可愛い女優さんだろうなっていう人をめっちゃ遠くで見つけて何の撮影してるか分からなかった何回か私も遭遇したことありますよ撮影に大好きな人にも会ったことありますそれ言ったら怒るかな 言ったかな。私一回言ったかな。言ったかもしれないね。あ、言ってあるね。言ってるね。そうスカパラの。そうそうそう。一回やったことある。で <laughs>、ね、その時 <laughs> ってなって、私あんまり撮影現場に遭遇してもそこまでなんかこううわ。 なないんですよあの大変だろうなって思うからあのあ,あ頑張ってくださいって思いながら撮り過ぎるタイプであるんだけどさすがに自分が好きな人になった時はなっっちゃったねでもさすがにこう近づいたりとかしなかったですけどドラマ好きでドラマネキストに何の参加してましたかってうわーなんか。ママのお友達に ドラマのエキストラに参加するのが趣味な方がいてすごい素敵な趣味で夫婦で参加されてるんだけど本当に楽しいって言ってました素敵だよねなんかその趣味が素敵きで聞い,聞いていて、うん、砕けちゅうとこ見せてあげるという映画面白かったってそれ私がもうここで一回語ったやつだ一回語ったやつですねうーん チ私もみ見て全部見てて全部っていうか見ててあのたまたまスマホでネットフリーを開いてる時にあのたまたま私のおすすめで出てきた時にパッてもう何にも情報を得ないで見たのよだから衝撃が止まらなかった思い出ですお台場で撮影していたらしいね遭遇うえー、すごいめっちゃすごいね すごいねめっちゃすごいねこんばんはこんばんはいやーいいですねでもとりあえず私あれをおすすめするわ今やってるこの 今夜この声が消えても。あれ、全 <laughs> くまたなんか違うな。今夜この声が消えてもじゃない。なんか、なんか、なんか短くなっちゃった。あライブ映画覚えられないのよ。私は本当に。覚えられない。あやちゃんでした。今日はユニコーンの日だ。火曜日だ。から おすすめなのにる覚えよ本当にもう自分でもうほんとに趣味なのよ私の趣味だから私って基本的にクソ適当人間なんですよそうだからこうプライベートのことって私こんな感じなのよ基本何にも頭に残ってないし何にも出てこないでも満足なんだよ <laughs> やばいいね

そう飛行機の飛行機の暗い <laughs> <機> <laughs> とこだっけ思わず小栗旬に目がいたってうわさらっとした男性映像なんだ罪の声うわ、えっと、星野源さんとのやつだっけ見 <laughs> てないなあれ面白いやっぱあれねめっちゃ映画の予告はめっちゃ見ててやっぱ面白いんだろうな,なんかヒットしてな イメージ見るか怖いな怖くはないだろうけど怖くはないけどなんか怖くはないかナイスフライト中村アンさんハマり役わかるめっちゃわかるめっちゃわかるあんなさ綺麗でさあの華やかでモデルさんじゃんめっちゃもう美の塊の方がさああいう役んで似合うんだろうってすごい思うめっちゃ似合ってるけどねハマり役っていうの なんでだろうってすごい思うん、飛行機のだけなら見なくても分かるって確かにタイトルでね <laughs> 本当は、トやホンやわ見てる見てるあの玉城ティナちゃんがマジで可愛いいやもう、ね、たまらないんだよ玉城ティナちゃんも可愛い見に尽きるよね本当にすいませんでした興奮してしまった 結局女優,さんとうーん女優さんが好きなんだよね本当に本当に好きなのよあの子出てるから見ようってもう超思っちゃうタイプですそれが演技力なのかなそうなんだろう演技力才能的な <laughs> 面白いティナちゃんの顔強いわかるなんであんなにすごいの綺麗だよね素敵よね でも梶島的に今すごく見ててわってなるのは純愛ディソナンスかな一番気になっちゃって気になっちゃってしょうがないのは割と深夜ものでしたまあね吉川ちゃんが好きなんだもんっていうのもあるのかな,なんかこう9時十時台の1時間ドラマだったらああどれだろうな いや割とこう飛び抜けてるものはなくて全部面白いんだけどどうどれだろうなお前も六本木クラスは結構引かれるところあるかもしれない30分ドラマ全然見る全然見るめっちゃ見たよナイスフライトもそうだよねあの消しゴムねあでも離脱しそうって言っちゃっとほんとにちょっと分かんないあと レンタル彼女のやつ私あれアニメめっちゃ好きで見てたから見てるあと30分もの恋愛あ純愛でしたなやつもそうだしまなんか見てる気がするああそうか赤いナースコロもそうだわ30分ものだよねあとなんだろうなんか見てそうだよな私消しゴム気になるってえっと消しゴムの話なんだよね違うかそれは違う 消しゴ女の子から消しゴム借りるんだけどその女の子との恋愛の話ではあるんだけどちょっと私もああそれ消しゴムくれた女子を好きになった何ならそれショールームでこれがこう今日から始まるの楽しみだってだいぶ言ってたんだよそれで見始めた、うん、ただちょっと追いつけてないだけめっちゃ面白いの、ね、よ追いつけてないの 全然。だから一番最初にはまだ見れてないっていう感じです。NHK 教育ってどういうことそれ私が言いましただって。君か <laughs> ありがとう <laughs>。頑張ってみます。追いつきます。恋愛系。恋愛系。大橋くんがいい。大橋くん。ああ。 あ、主演のね確かに何か面白いですよね <laughs> 面白い <laughs> 確かに吉川愛ちゃんがああそうですよお名前がね変わられたんですよね吉川愛ちゃん元々公約子役やってた時は名前違くて1芸能界辞めちゃってから今の事務所にスカウトされたんだってだからもう1回やろうってなったんだってさだから名前変わってんだって 深夜のテレトでそういういいドラマ多わかるそれが私めっちゃ好きなんか毎年毎回その枠見ちゃう <laughs> 面白くて <laughs> あと何だっけ前回やってた何だったかな,なんかさ面白い恋愛もの多くない夜中30分番組なんだっけ消えた初恋とかめっちゃ面白かったよね目がかゆい失礼しました目がかゆかったです メイ、うん、ちゃんの羊メイちゃんの羊めっちゃ見てたなんなら私何回も見たわ大好きあれめっちゃ面白かったよねうんめっちゃこぼした <laughs> でもさ私めっちゃ好きそうじゃないメイちゃんの羊なんて推しは大政ちゃんでした大政ちゃんかわいすぎて泣きそうだった でも可愛い子しかいないんだもん幸せじゃないあのドラママジ幸せだったあれ見てる時おまさちゃんは私の青春だよね結構だって雑誌開いたらおまさちゃんめっちゃいたもんなうちのしょうゆはこっちがこうぐらいで 逆ハーレムあでもハーレムじゃないのよメイちゃんの羊は同じ人数いるから <laughs> 一人お嬢様に一人羊がつくっていうで私女の子の立場が強いのがめっちゃ好きなのよだからもうメイちゃんの羊は私的にはもう最高に楽しかったですめイケメンパラダイスあーえっとどっちも見てるう 前田敦子さんの方も堀北真希さんの方方も両方見てます確かに面白かったね確かに芽ちゃんの人の子こんな大きくなったんやって思ったってで本当だよね30分ローあ最近面白いのもって「キメンパラダイス」はでもなんかそう学校で話題になってたイメージ そうなりたいだって私は絶対に大政ちゃんの執事になりたいえ大政ちゃんの執事なりたーい私そっち側がいいなマジで潜入したよあそこの学校にだってさ幸せじゃない大政ちゃんの執事になり S 私 S ランク羊にえもまあじゃ大政ちゃんの羊は多分 A ランクだった気がするちょっとだけでもうち S ランク羊じゃないじゃん絶対羊は、ね、主役なのって違う主役はえ倉奈らさんですなのでなので 主役じゃないです面白そうなドラマそう原作は漫画なんですけどめっちゃ面白かったでしょ内容が素敵だった面白くて小島春奈さんそう小島春奈さんめっちゃ可愛かったよねたまーにしか出てこなかったけどめいちゃんの羊面白いよ 小学校の時かなんなら私が小学校の時だ大政ちゃんに恋してたな自分は黒羊あー黒羊ね姉ちゃんがアニメも実写も見てましたよ私は見てない申し訳ない <laughs> あすいません長々と今何時めっちゃ長々話してしまったドラマの話ばっかりしてしまった

まさちゃんそうです正解かわいいよね新川ゆあちゃんとかそういう世代です私はファッション誌開いたらみんなこういうの宣伝しなくていいのってそれはじゃあ買ってくれるかなみんなあさってテレビジ話特典会ですよろしくお願いしますあとカがしそうなこの動画を送っておきますってあ ビデオの特典会待ってますみんな買ってくるかなドキドキあ、ヤマトナレシコ七重全部見てますよあれさ全然顔最初出てこないじゃないですかヤマトナレシコ七重家あんな可愛いのにと思って よっかりりますありがとうファッションショー女の子っぽいだって女の子だよー <laughs> 最近おまさちゃんちゃんづけするおまさやさんちゃんづけするイメージないだって確かに <laughs> もうこの間の見てましたよおまさちゃんのやつえっとなんだっけそれこそ深夜枠だったよねえっと あれも面白かったよな。ああ、全てこないよ。ドタイプだって。ああ、わかる分かってくれるかいそれこそ前回のクールじゃないおますちゃんのドラマ。うん。そうだ。 あ理想の彼氏見てましたそうだ思い出した理想の彼氏だ見てました何んかいい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 かじしようかぶらないだってああ何で何だよかぶりたかったなあ <laughs> あやつながり大政さんのファン もうあやたになるのかしらってそういうことにしようよ <laughs> なるかな <laughs> すみません私の欲望の話しかできなくて 家事の好きな女の子のタイプってどんなタイプって。え、聞いてくれるえっと、かわいい6、間違えた。か、かわいい4、美人6、か、美人7、かわいい3っていう、このなんかどっちも兼ね備えてる方がすごく好きなんですよね。顔はね。あの、喋り方とかは一回別として。一回別として、顔は、 キレイ系よりのだから絶対美人が好きなんだけど美人オンリーみたいな方もうもちろん好きなんだけどなんかちょっと可愛げプラスされてる方ってすごく魅力的だなって思うから理想割と高めだってえでもさ芸能人の方ってさ 入るから選んでいいんだもね <laughs> 絶対自分が好きな方ってできるくらいの量いるじゃんしかも私が好きだっていうことによってさこの世界変わらないからいくらでも好きって言わせてもらっちゃうかもしれないそうだね理想は高くてなんぼだったりすんのかな

みなさんにでもごめんなさいすっぴんで本当に寝る前にごめん滝本美織さんが好きでわかる滝、ね、本美織さんはもうイケメンですねのイメージがめっちゃ強いんだけどイケメンですねかわいすぎちゃってあのドラマね私あのショートカット真似したよねめっちゃ真似しましたおい石橋さんだありがとうございます大喜利負けちゃったかもだけどタレントとしての コメントや返しは抜群でした <laughs> ありがとうございますいやばいけたら本当に悔しかったですうううちょっと次また読んでもらえたりとかしたら勝てるようにいい報告をできるように頑張りますふっ <laughs> からはるかちゃんファサドラいやそれを私楽しみにしてるんですよねマジです超楽しみ 秋元美織さんバンドやってたえぇそうなんだ知らなかったですこれは嬉しいですねめっちゃ嬉しいやっぱこう勉強をしてできるだけこう自分の中で大喜利を勉強してっての望んでえ結構全力でこう費やした中で負けたからめっちゃ悔しくて悔しくて悔しかったんですけど まあでもそれはもちろん実力ですからまた巻き返せるように頑張らなきゃですねああそう負けちゃったんですよ竹本美織さんのバンドパフォーマンス見たことあるってそうなんだいいの <laughs> 何やってたんだろう常日清さんの顔が背高そうだけど意外と低い そうな5 3ンチとかあった気がしますえかわいすぎて無理いやもうジョもシケイさんは私の一生の推しですその努力は十分出ていたかといやーまずともっとできたかもしれないですね,ねもっとアイドルだってえー、そうなの知らなかったです私も背高いとこと思ってたってね私も最初は思ってました 結論結論メジャーデビューもされてましたあそうなんだほいやばい私の欲望の話しか今日はしていない <laughs> 欲望の話しか今日していない皆さん明日は ライブですよお待ちしております <laughs> 秋元美代さんミンボーカルでアップテンポな感じにイメージ変わるか見た方がいいよ両方しましたみお。えーそうなんだみ代よし見る向かってるっありがとうでも皆さんもう夜も遅くなってきてしまったので 皆さんまたお会いできるように私は頑張りますので明日も配信しますよかったら見に来てくださいぜっぷです明日は頑張りますので拝借せーの以上ですまたお会いしましょうありがとうございましたバイバイじゃあね。